香港チャンネル。質問が来ております。はいはい。政府が希望者に配布した、上で、廃棄を指示されていた通称アベノマスク、布マスクなんですが、はいはいはい。2億8000万枚の希望があったと。はい、余ってるのは7800万枚かな、そうですね、7900万枚。ああ、900万枚。はい、あ、それ見たで、安倍元首相の、はい、べしゃり、はい、めっちゃ受けてた。その自民党の、その安倍さんとこの会派の人ちゃう。今回、廃棄される布マスクって、いや別名はあるんですけども、これ私が言ったら、またあそこだけ切り取られてって言ったら、ドーン受けてた。あえて言いませんけども。で、そしてこういうふうに、ね、皆さんが欲しいと言ってくれるなら、もっと早くやって、やっていただければよかったって言ったらまた受けてた。だから切り取られて、放送されるのが嫌やから、あえて名前は言いませんとか言うと、別名、別称は言いませんって言ってたけども、はい、まあ、いろんな使い道、子供の名札にしてるとか、はいはい、あと、貝割れ大根の、栽培にっていう、いろんな、まあ、そういうふうに使われてるっていうのもね、うん、で我々ちっちゃい時はね、あのマスクやったし。あのマスクでしたね。給食の時ね。ええか悪いかちゅうよりか、あれでね、その、買いだめしてた人間が、ボーンって、うわ、やばいわ、売れへんようになるって言って、出して値段も下がった、はい、下がったも確かに、あるということもあったし、いろんな部分で。ただ、あれっていうのは、足らんかったらまた言われるやん。そうですね。だから、ある程度多めに作ったりもするやろ、在庫。そうですね。ほんで、みんなに配布するけども、みんな住所のとこにおるかっていうこともあるやろ。うん、そうです、ね。そういうことも言えへんやん。なんか、すべて無駄にしたみたいなことやから、まあそういう報道のあり方ってどう？だから、考え方とかがっていうのもあんのちゃう。またこんなん言うたら、お前は何偏って言えよ。違うって、ね、現になかったらなかったって言うじゃないですか。うん、あった、余ったら作りすぎやって、うん。そんなもんちょうどのもん。そりゃそうですね。一人一枚ちょうどね。うん。それできんねやったら、それすごい神業やぞ、うん。だってな、飲食とかやっとっても廃棄って絶対出てくんねんから。来ますよね、それ。そやろ。うん、ほんだそれは何人来るか分からへんから、飲食はそうかも分からへん。いや、国民がみんなおったって、そこに全員住んでんのか、うん、な。いや、ね、引っ越した人もおりゃ、海外に行ってる人もおりゃね、もう。で、ましてやな、反安倍っていう方もおるやろ。はいはいはい。うん。な。受け取れへん。受け取れへんっていう方も。そやろ。うん、ヤジの時のんでも、あるテレビ局の方が、田崎さんと揉めとったけどな、はい、安倍さんが言うたら、帰れ、帰れって言うてた。うん、あのヤジはいいじゃないですかって言うてん。と思う。俺単純に街頭演説してって、うん、帰れよーって言うてて、うん、それはあかんやろ。それはあかんです、ね。ほんだ国会のヤジはなんでよくてあれがあかんねんって言うてん。申し訳ないけど、国会のヤジもええか悪いかどうか知らんけど、ね。俺は別に国会のヤジがあろうが聞こえるやん、うん。国会でやってる放送やったら。はいはいはい、あれ、街頭でやられたら、聞く権利。うん、ね、はいはい。お前らは聞かない権利あんねやったら、どっか行けやって言うだけのことや。うんうん、はいはい、邪魔する権利はないやん。聞きたい人のね、権利をね。そやろ。うん、それやで。ほんま、わけのわからんこと言うな。うん、だから、それがやで、布マスク、アベノマスクの時はガー言うてたのに、はい、新しい総理になったら言えへん。そうですね。まあ、政府がとか言うよ。ああ、そうですね。個人攻撃はしないって感じですね。俺は個人攻撃したるけどな、そいつ。ほんまに。ほんま何やろうな、とか思ってまうわ。あれ、アベノマスク、最初のやつと香港さん使いました？これが、もう、
あの、1個作って、1個は記念に置いて。ああ、そうですね。僕もなんか記念に置いてますわ。でも、あの、使わない意味ないねんけども、うん、でも、なんかな、ああ、こういうこともあったんやな。なんか、後々ね、何十年後とかにね。ほんで、また使うかもわからんしな。はいはいはい、そうですね。ほんで、あれやろ、なんか、その若い子があれを、なんか、デコレーションしてて、こうやってんので、こんな風な使い方されてるとかな。いや、まあ、確かに、元々の使い方とちゃうかもわからへんけど、うん。まあ、活用できるんやったらね、うん、なんか、よだれかけに使ったりとか、なんか赤ちゃんのね、うん、なんかそんなんとかも聞き。あ、まあ、なんでもええんちゃう、その、あれって布やガーゼ。ガーゼですもんね。ガーゼやから、うん、まあ、傷の時にも使えるし、うん、まあ、いいんじゃないかなとか思いますけども、うん、はい。まあそんな感じで、よかったんじゃないます？そうですね。うん、6億なんぼでしょあれ、倉庫。はい。でも、ほんまにきっちり作れんのって、ほんなら、ば、あの、ガタ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 言うてる人間とかおるやん。はい。これは公費やからあかんとか、社員会社の金でも、ほら、カメラさんとかでも、うん、ね。ほんなら、30分番組は30分しか回すなよ。確かにね。何分回しとんねんっていう話あるやん。はい、あります。一日丸一日ロケしてね。ああ。そやろ。ほんまに。そんなことも考えたら、そんなに人に強く言えんのかなとか思うねん。うん、他の人は知らんよ。うん、その、局の方なんかは。って思うけど。申し訳ございませんね。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、いいねを。押していただければまた私も励みになりますのでよろしくお願いします。香港からのお知らせでした。